さん待ってると思いますよ。はい、頑張ります。はい、ということで、とみちょいはこちらです。はい、とみちょい。前走オークスか、一勝クラス、短距離短縮組、前走4着以内です。詳しく教えてください。はい。まずは前走オークスか1勝クラスですが、過去10年の勝ち馬10頭をチェックしてみましょう、はい、オークス組が圧倒的に強く7勝、続いて1勝クラスが3勝で、それ以外は勝利はなくてですね、2着までという結果になっています、うん、勝ち馬は前走オークス組か1勝クラスから選ぶのが良さそうです。1勝クラスの方がいい。なるほどね、まあ、頭数が多いのでクリアしていない馬を言うと、ユリーシャ、マラキナイア、リサリサ、コンクセル、トリオンファルマンが引っかかると、もう測ったように私と斉藤君、ね、私と斉藤君の本命がいきなり消えるので、ね、恐ろしいことですね。はい、そして前走2勝クラス組2着3着はありますが、ここ10年勝ち馬出ておりません、はい、続いて距離短縮組ですが、うん、中京で開催された2020年から2022年を除きまして、うん、阪神で行われた過去10回チェックしてみましょう、はい、前走から距離短縮で挑んだ馬の好走が目立ちまして9勝2着7回3着4回となっています。なるほど、この条件もクリアした馬が良さそうです。スタミナもある程度いるという結果になってるんですかね。最初の条件をクリアした馬の中で距離短縮の条件をクリアできていないのは、ラファドゥラ、アンリーロード、ココナッツブラウン、マスクトディーバ、セーヌドゥレーブということですかね。だいぶ絞りましたが、まだ、半分ぐらい残ってるのかな、うん、はい、最後のふるいとなるのがこの前走4番人気以内です。過去10年で前走の人気が4番人気以内の馬は8勝2着8回3着8回と8回と好走率が非常に高いです、うんうん、この条件をクリアしておきたいところです。はい、3つのトミチョイの全てをクリアするのはアリスベリテ、ブレイディベーグ、ブライトジュエリーになる。あれ、ソーダズリングはどこで消えたんですか。最初のあ、最初で消えてる。あ、そう、あ、でもオークスだから、オークスだから距離短、あ、どうですか、距離短、あ、前走4着以内がかソーダズリングも入ってるんじゃないですか。前走4着以内で消えちゃった。あー、前走4着以内で消えてるのか。はい、ということは全てクリアするのはアリスベリテ、ブレイディベーグ、ブライトジュエリーということになるんですね、うん、やはりこれはブレイディベーグがかなり有力という、ね、まあ相当、ただなんかあれですよね、もう一個なんかありましたよね、何でしたっけ、は、右回り走ってない馬一回も来てないみたいな、なんかね、そんなもね、なんか聞いたんですけどね、はい、まあでもトミチョイではブレイディベーグということになるのかもな、実際にね、はい、間近で見させていただきましたしね。じゃあこの3頭にオークス最先着のラベルを加えた4頭をおすすめとさせていただきます、はい、ということで信じるか信じないかはあなた次第です。細かいことは気にせずにヒントにしてみてください。阪神12レース間もなくでしょうか。キャプテンの予想を確認しましょう、はい、私はインヒザインヒズアイズですね、はい、あ、実は4番人気いない4着以内ですね、そう、4番人気以内、ソーダズリングは全然4番人気以内に入ってなかったってことですね。まあ、ブレイディベーグね、ハヤトはブレイディベーグですか。ブレイディベーグに期待っていうか、もう勝ってほしいね。気持ちは、馬券的にはどうですか。ブレイディベーグで、だからもう本当にアリスベリテ勝ってみようか。まあ、アリスベリテのあのね、相手なりの感じはね。そうそう、そうか、どうだったの今日話した感じは、キミヤさんはどんな感じだったんですか。あのどうなんですかね、でもやっぱりもうキミヤさんとかだってもう、まあね、言葉選びは慎重ですよはいはい、はい、そんな絶対勝てるとか、うん、この馬ものすごい異常に強いよとか、うん、バケモンだよとか、うん、そんなことは言わないです、うん、どの馬に対しても。だからちょっと、うん、分かんないですね、あれは分からない、はい、ジョッキーにインタビューした時と似てます。あ、なるほどなるほど、まあ、分かんないですね4番人気以内、4番人気以内ね、はい、4番人気以内ね、修正ということで、はい、はい、失礼いたしました、はい、ちなみにインヒズアイズはあの、ね、これはもう昼間に買ってますからオッズがわからないんですよ。インヒズアイズ 6.5 倍しかつかないんですね。いいじゃん、